アダム・ブロディはアメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州サンディエゴにてユダヤ系の両親の間に生まれる。父親は弁護士、母親はグラフィックデザイナー。ニランセイソーセージの弟がいる。10代の頃はサーフィンをしていた。カリフォルニア州サンディエゴのスクリプツランチ高校卒で、卒業後はロサンゼルスのカレッジに進学するため両親を。 説得したが入学する代わりに個人演技コーチを雇いハリウッドに移り演技を学ぶようになる2000年頃からテレビシリーズに早くとして出演するようになる2003年にはギルモアガールズにゲスト出演で注目を集め2003年放送開始のザオシーのセス公演役でブレイクするティーン雑誌などでは彼氏にしたいナンバーワンに選ばれる現在は ロサンゼルス在住。ザ・オーシーで共演した、レイチェル・ビルソンと2003年から2006年まで交際。ビッグ・ジャパンというインディーズバンドのドラムを担当している。インディーズのロックとジャズが好きで、彼の音楽の好みはザ・オークルのセス公演と同じである。ペニー・レーンという名前の犬を飼っている。好きな祝日はハロウィーン。好きな映画はエターナル・サンシャイン。 2013年11月、テレビドラマ、ゴシップガールのブレアウォルドオフ役のレートンミースターと1年間の交際の後婚約し、2014年2月に結婚した。ルーブン、シェミューエル、エクスクルーシブビデオインタビュー、アダンブロディ・イン・ザ・ラント・オブ・メン。jewreview.net http://www.jewreview.net/.article.php id="13182007 年4月16日、閲覧。エレガール、アダンブロディ、2006年5月25日、閲覧。abc ライトル、クリスティ、カミングアップフロムザオシ。 ロサンゼルスタイムズ、http www.calendarlive.com m o v i e s cl-ca-brody15apr15-03137464 ストーリー、これイコール cl-movies2007 年4月15日、閲覧。ありがとうございます。